の最長不登症表彰や女子組の最長不登症は本編で 94.5m を飛びました伊藤有希選手土屋ホームスキー部です。伊藤選手には雪印メグミルク株式会社池浦北海道本部長から最長不登症が野村北海道統括支店長様から副賞が授与されます。